東京都は2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて機運を高めてもらおうと、初めて競技施設の見学ツアーを実施しました。こちらでまず新国立競技場の説明をさせていただきます。見学ツアーには都内に住む親子60人が参加しました。参加者は2019年11月の完成に向けて工事が進む新国立競技場や水泳競技の会場となるオリンピックアクアティクスセンターなどの建設状況を見て回りました。壁とか擦って、そう、せーの、死んだ。見学の後、子どもたちはパラリンピック競技で座ったまま行うシッティングバレーボールや東京オリンピックの新種目スポーツクライミングを楽しみました。参加した親子からは3年後の大会に期待を膨らませる声のほか、施設完成の遅れを懸念する声も聞かれました。新国立競技場のコースが思ったよりひどそうに思いました。まだクレーンとかが多くて、まだ鉄骨とかでまだ土台とかの基礎を作ってたんで、本当に完成するのかなと思いましたね。間に合ってほしいですし、まあ、プレ大会とかもあるんでしょうから、本当早く完成してほしいなとは思ってます。東京都は工事は予定通り進んでいるとした上で、今後も建設状況などの情報を発信し、安心と大会の機運の盛り上げにつなげたいとしています。